はですね、ミオ先輩とおデートに行ってきました。普通にお買い物とか行って、あのね、みんな知ってると思うんだけど、船長マジで服選ぶのがもう本当に苦手なの。店員さんとかもさ、もうさ、もう船長のことカモだと思ってさ、とっ捕まえてさ、これとかお似合いですよみたいな感じで進めていくでしょ。でもさ、いや着てみるとさ、似合ってねえんだわ、マジ似合ってないなって思うの。でもよくわかんなくなって逃げちゃうの。もう帰ろ、まあいいや、もう帰るぞ、ポケモンセンター見て帰ろっつって帰っちゃうんだけど今日はね、ミオ先輩がね、めっちゃね、ちゃんと船長にね、似合うね、服を選んでくれて。そうそうそう、え、船長といえばマジね、悲劇のね、悲劇のあのファッションをしてるんで、いつもあの昔の写真をミオ先輩に見せたの。そしたらさ、その時見せた写真の船長のファッションがさ、あのね、なんか帽子に Hey って書いてあって、 Hey ってあの H-E-Y ね、 Hey って書いてあって、で、あのシャツにね、NY、 ニューヨークね、 NY って書いてあるあの黒い帽子に Hey って書いてあって、黒いシャツにニューヨークって書いてあって、で、あの下になんか水色のスカート履いてるみたいなやつ見せて、船長も そんなファッションしてたっけなみたいな懐かしい気持ちで、ミオ先輩に見せたらね、ミオ先輩めっちゃ笑ってたわ。あはははははは、これはやばいねって言って、そう、で、そんなミオ先輩、今日はね、船長にね、あの大人かわいい服を選んでくれました。これで秋も戦えるんだわ。この夏船長は無限に同じ服を着回しまくってね、なんだろう、3着しかないからさ、船長収録、この夏ね、本当に収録多かったから、あの週 1,2 ペースくらいでマジで会ってたから、マネージャーには、マネージャー多分次の収録の時に船長がミオ先輩と調達した秋服着てったら、マジ絶対びっくりする。あー、マリンさんが新しい服着てるって絶対なるで。ラジオで隔週に1回会ってるフブちゃんとか何も言わんけど、絶対ね、マリンちゃんなんかいつもなんかまたこの服みたいな、絶対思われてるし、コロネ先輩にも、おーめ、またその服着てきたんかって言われたし、もうほんとにね、あのファッションデッキが枯渇してたからね、よかった、新しいファッションが調達できてよかった、ほんとにありがとう、ミオ先輩、うん、助かった、助かりました。今日めっちゃね、めっちゃ散財しちゃったんで、そう、船長ね、なんとね、下着も買い替えたんですよ、下着。実にね、2年ぶりくらいかな、下着を買い替えるのは。もうボロボロで、マジで。うん、下着が。もう型崩れしちゃってさ、あのね、君たちわかんないかもしれないんだけど、あのね、なんかブラジャーってさ、型崩れしてくんだけど、今型が崩れすぎてさ、なんかちょっと、なんか、なんていうの、普通さ、ブラジャーの中にさ、お胸がさ、入ってるでしょ。それがね、なんかね、ブラジャーが型が崩れすぎてさ、お胸がいつもはみ出してたの。はみ出しながら頑張ってさ、無理くりやってたんだけど、ね、常に、あの、おっぱいのポジションを直して、なんとか やりくりしてきたんだけど、ようやくね、今日ね、まとめてね、買い替えました。うん。そう。でね、おパンツも、ほら、なんかさ、上と下セットで前買ったんだけど、その2年前に買った時に、それがね、あの、ついてたのが、あの、M だったの。でも、船長、おケツが大きいから、M じゃきついのね。だから、L。L じゃないときついんだけど、でも、L にすると、なんか お値段が高くなるって言われて、って思って、M 買ったんだけど、そしたらね、M のおパンツ、マジきつくて、もう本当に苦しい2年だった。うん、毎日毎日のおパンツにパツパツにね、お尻締め付けられながらね、一生懸命やってきたけど、ようやく今日から L サイズのパンツ履ける。本当に嬉しいです。ありがとうございます。君たちが船長をね、豊かにしてくれたおかげでね、下着を買い替えることがついに叶いました。どうもありがとうございます。苦しかったです。うん、お尻もよう喜んでる。お尻もね、喜んでます。ようやく解放される M パンツからって思って。うん、ありがとうございます。